シワハイルカは、クジラモカハクジラアモクマイルカかシワハイルカ族に属するイルカである。イルカとしては、比較的大柄であり、世界中の温帯から熱帯の沿養に生息する。シワハイルカ族は、クジラモカハクジラアモクマイルカかに属する族の一つ。シワハイルカ族に属するのは、シワハイルカ一種のみである。シワハイルカは、1823年、ジョルジュキビエによって、 初めて記録された。俗名のステノはギリシア語で、狭いを意味する言葉に由来し、特徴である興奮の形状を表している。種名のブレディネンシスは、キュビエの著作の研究者である、ホンブレデに由来している。英名ラフ、トゥースとドルフィンも、和名のシワバも、葉のエナメル質に、縦方向の細い筋があることによる。 人との大きさ比較しわ入るかの特徴は、円錐形の頭部と細い甲奮である。会場では、ハシナガイルカ、マダライルカ、ハンドウイルカと見間違えやすいが、これらのイルカに比べると、胸びれが長い。また、背びれが目立つ。体長は2.5メートル、体重は150キログラム程度まで成長する。口の周り、喉、腹部は薄いピンク色である。体側は、 明るい灰色で、背と背びれは濃い灰色である。シワハイルカは社会的な動物である。通常は50頭程度の群をなして行動するが、100頭程度の大きな群も報告されている。船が作る選手派に乗ることはないが、スキムは行う。シワハイルカの生息域、シワハイルカの生息数や分布はよくわかっていない。東。 太平洋における研究が最も進んでおり、そこでの生息数は15万頭と見積もられている。地中海、カリブ海、大西洋、インド洋、太平洋全体での生息数は全くもって不明である。多くは大陸方よりも沖合の水深の深い海域において見られる。少数の個体が日本の調査捕鯨によって捕獲され、またマグロ漁用の網にかかって死ぬ個体もいる。 しかし、人間の行動が元となって、シワハイルカが絶滅の危機に瀕しているとは考えられていない。ありがとうございます。